ふくよです。葵だぜ。マスゴミのやらかし見てて思ったんだけど、マスコミの誤報ってどんなのがあるかな。情報提供者のミスや事実誤認、記事執筆者の無知によるものまで様々だ。年齢や金額などの数字の誤りなんかも単純なミスとはいえ、必ずしも影響が少ないとは限らないよな。それはこのチャンネルでも同じだね。年号や名前の間違いとか、多くてごめんなさい。本当に申し訳ないぜ。ご指摘ありがとうございます。で済まされないのがマスコミだ。一番ひどいのは犯人扱いしちゃったけど実は無罪ってやつかしら。じゃあ今回はマスゴミが起こした報道被害について紹介していこう。怖いけど行ってみよう。最初は1981年に起きた緑草事件だ。つくよはこの事件を知ってるか。有名な事件なんでしょうけどピンとこないわ。1981年6月27日深夜、大分県大分市の短大に通う当時18歳の女性がアパートの自室で、恥ずかしめを受けて息絶えていたのが発見されたんだ。大分県で起きた事件なのね。疑いの目を向けられたのは、事件の起きた部屋の隣で、恋人と同棲していた靴掛良一さん当時25歳だ。彼は事件が起きた深夜からの1時間、自室で一人酒に酔ってテレビをつけたまま、ヘッドフォンでレコードを聴いてるうちに眠り込んでたそうだ。彼女も留守だったのか。事件直後他の住民全員に署の方に来てもらって話を聞いてる。あとは君だけと言われ。警察に呼ばれたが、実はこの時点から警察は彼を疑い靴掛さんだけが連れて行かれたんだ。靴掛さんは自分が疑われてるなんて気づいてなかったのね。2回目の事情聴取に呼ばれた時は嘘発見器と言われるポリグラフ検査の装置が準備されていて。なんで正直に話しているのに、って思ったけど、受けられない理由でもあるのかと言われて応じてしまったそうなんだ。嫌な展開になってきたね。姉が心配して電話をすると、警察は警察署の周りに新聞記者がいて返せないから待ってください。とマスコミのせいにした。そして、その日の事情聴取によって大分合同新聞に重要参考人という風に報道されたんだ。警察が発表したってこと？報道されたということは警察関係者が新聞記者に話したとしか考えられないよな。彼は捜査に協力してるつもりだったから疑いは晴れると思った。でも1982年1月14日逮捕されたんだ。なんで彼が犯人にされたのかしら。おそらく靴掛さんがアパートに住む唯一の男性で。そして何より警察が真犯人の手がかりをつかめず捜査が行き詰まってたからだろうと言われてるぜ。なんと、それで彼は自供しちゃったの。犯行時刻のアリバイを眠っていて覚えていないことが痛かったな。現場の部屋に彼の毛や指紋が残っていたと言われ、覚えていなくても無遊病者のように。犯行現場に行ったんじゃないかって言われたら絶対違うって言えないかもな。指紋なんて行ってないんだから嘘じゃん。風邪をひき発熱した状態で朝から深夜まで長時間の取り調べを受け、食事もまともに取っていない状態で母親に会いたいと泣き崩れる彼に、それならと言われたらそんな気もするって言っちゃったとしても、ダメじゃんとは言えないだろ。ああ、刑事ドラマであるあるのパターンだ。そして靴掛さんは被害者の部屋にいたことは覚えていると虚偽自白をしたんだ。無実なんでしょう。裁判途中から供述を翻して無実を主張したものの、1989年3月の第一審判決では、自白と毛髪鑑定などから無期懲役の有罪判決が出された。逮捕された時は25歳、無罪判決が出たのが39歳だ。無罪になるまでそんなに時間がかかるなんて。でも毛髪鑑定や DNA 型鑑定の鑑定結果などについて多くの批判や矛盾が指摘され、1994年8月に保釈された。そして1995年6月30日には無罪判決が出され7月に確定してる。25歳から40歳まで塀の中なんて、しかも何も悪いことしてないのに、ありえない。しかも靴掛さん以外の真犯人の存在も浮上してたんだ。時効成立が当時15年だったから。靴掛さんの無罪確定からまだあと1年あった。でも再捜査はされず。この事件は1996年6月に時効が成立してるんだ。真犯人は何のお咎めもなし、いいのか、それで。いいって思ってる人は誰もいないだろ。靴掛さんは自分の人生を取り戻すという考えで、今まで生きてきたそうだ。できる限りの職業訓練を受け、社会復帰して仕事を続けてる。でも恨みというのは未だにあるって言ってるぜ。そりゃそうでしょ。特に誤った報道を続けていたのがマスコミだ。本来それをチェックすべきマスコミも、チェック機能を果たしてない。警察が間違ったことをしても、それに対する厳しい記事は目にしない。マスコミは本来のマスコミの役割を忘れていると靴掛さんは言ってるんだ。
マスコミの本来の姿は、って聞かれても答えられないんじゃない？くつかけさんは冤罪事件がなぜ起きるのか。冤罪被害を受けた人には取材に来るが、冤罪を生んだ張本人、誤った捜査をした警察官や検察官、裁判官への取材はない。間違った捜査をしても、世間から非難されることはない。だから冤罪は繰り返されるって言ってるな。なぜ間違えたのかっていう取材をもっとしてもらいたいわね。それに裁判で明らかになった弁護側にとって有利なことが、一切報道されていなかったんだ。マスコミが取り上げてない。挙句に無罪になった時は事件直後の記者とは人が入れ替わってて。当時の報道について誰も何も言わない。自分が書いた記事じゃないからわからない的なことになっちゃうのは違うよね。次は東京埼玉連続幼女事件だ。宮崎勤事件といえばわかるよな。さすがに知ってるわ。被害者の亡骸を被害者家族に送りつけたり、犯行声明を新聞社に送りつけたりして報道が異様なほどに加熱した事件よね。だな。1ヶ月以上も新聞各紙の一面、社会面、テレビのニュース枠を占拠する大展開の報道になった事件だ。犯人だけじゃなく、被害者の女の子たちの名前も実名で報道されてたわね。本当に思い出しただけで胸が痛くなるわ。第一の事件が起きたのは1988年8月22日だ。埼玉県入間市春日町で4歳の女児が行方不明になった。4歳の子が帰ってこないなんて心配で仕方ないわ。第二の事件は1988年10月3日だ。7歳の女児が行方不明となり、第三の事件は12月9日。4歳の女児が行方不明になって、15日に雑木林の中で帰らぬ姿となって発見された。そして未だ優子の犯行声明が届き始めるのよね。だな。そして1989年6月6日、東京の江東区に住む当時5歳の女児が行方不明になり、11日に埼玉県の霊園内のトイレで冷たくなって発見されたんだ。本当にご冥福をお祈りするわ。警視庁の捜査本部では1987年以降に少女を対象とした類似事案の過去の逮捕者などが、再犯を行っている可能性があるとして、事件の掘り起こしを行っていた。そこへ1989年7月23日、東京都八王子市でいかがわしい行為をした被疑者の検挙が報告されたんだ。それが宮崎市だった。宮崎市が狙ったのは社会的に弱い立場にある幼女や障害を持つ女性だ。学校や保育園へ通う途中や帰宅途中の自宅近くで遊んでいる時に襲撃され、親が注意を払っていたにもかかわらず隙をついて狙われた子もいたんだ。だからこそ家族や周囲の人たちは混乱したし、多くの人が恐怖に震えたんだわ。犯行動機は、彼の供述が容量を得ないために裁判でも特定に至らなかった。2008年6月17日、東京拘置所で極刑が執行された。法廷でネズミ人間に襲われるのが怖くてとか意味不明なこと言って、法廷を出る時に薄笑いを浮かべてたんでしょう。精神鑑定で責任能力なしとか言われるんじゃないかと思ったわ。彼の逮捕によって実家には差出人不明の嫌がらせのハガキや封書、電話が続き、妹たちは学校も仕事も結婚も辞めたんだ。加害者家族の問題か。だな。印刷所を営んでいた父親は自宅のあった土地を売って、賠償金にするめどがついたところで自らの命を絶ったんだ。負のループが回り続けるわね。逮捕の時に宮崎氏が自室に所有してた5763本もの実写ドラマなどを撮影した。ビデオテープを家宅捜索により押収したことで彼がオタクでロリコンで、ホラーマニアだと報道されたんだ。部屋の写真が公開されたの見た？すごかったよねー。6000本近いビデオテープが並んで雑誌が乱雑に積まれた写真か。あれって報道陣が部屋を撮影するのにマスコミ的に美味しい物がないからって成人向け漫画雑誌を抜いて上に載せたりして演出したんだぜ。え、そうなの？大半は男ドア方向支援などのアニメ作品で幼女関連は44本に過ぎなかったそうなんだ。でも精神科医はビデオブームの中で現実感を喪失した宮崎型犯罪予備軍的な若者は相当いるとかコメントしちゃうし、オタク迫害って感じの事態になっていった。コミケもやばかったんだよねー。宮崎氏が過去にコミケにサークル参加していたために、報道直後に開かれた。コミックマーケット36にはメディアが取材に殺到した。そしてあるテレビ番組のレポーターが、来場者を前にここ20万人の宮崎つとむがいます、と言ったとされたんだ。あ、10パ人からげってやつね。せっかく額のあるとこ見せたかったのに残念だな。じっぱ人からげって呼んでくれ。ガーン、うまいこと言ったと思ったのにな。コミケ参加者累計60万人と言われるのを宮崎氏と同一視する報道はコミケ参加者の間で、暗い記憶として語られてるんだけど、これを言ったレポーターっていうのも見つからないし。
あくまで噂話に過ぎないんだけどな。純粋にアニメや漫画、ゲームなどを趣味として楽しんでいる人にまでレッテル貼りするような風潮を作り出したマスゴミはアウトね。お次は2001年に起きた付属池田小事件だ。小学校で無差別事件とかやめてほしいわ。2001年6月8日午前10時過ぎ、当時37歳の宅間守氏は刃物を持って校舎に侵入し、次々と児童や教師を襲った。日本の犯罪史上稀に見る事件として社会に驚きを与えたのは言うまでもないな。学校の安全管理に対する意識が高まって危機管理マニュアルの整備や警報装置の設置が進んだけど、子供が集まる場所なんだからもっと早く危機意識を持ってほしかったって思っちゃうわね。事件発生当時、池田小学校は自動車専用門が開いている入りやすい場所だった。犯人は自動車で付属池田小学校南側正門前に行ったが、門が閉まっていたことから、そのまま通り過ぎ、開いていた専用門の前に自動車を止めて敷地内に立ち入ったそうだからな。自動車専用門が閉まってたら回避できたかもなのね。犯人は法廷で門が閉まっていたら乗り越えてまで入ろうとは思わなかったって言ってるからな。まるで開いていた学校が悪いみたいな言い方。腹が立つわね。事件を受けて池田小学校ではフェンスを足がかかりにくく、高いものにして、校門を1箇所に絞り、警備員を置いて校内を入りにくい場所にしたんだ。反省を踏まえて即実行するのは保護者も安心ね。でも一番の問題は危機意識だ。事件当時、担任教員は体育館の横で犯人とすれ違い、軽く会釈をしてる。犯人が会釈を返さず、保護者でも教職員でもないと思ったにもかかわらず、行く先を確認せず不審者という認識を抱けなかったんだ。そこか。危機意識の問題はマスコミも同じだ。想像を絶するほど悲しい事件は新聞、テレビ、週刊誌などで大きく取り上げられた。ことさら情報が飛び交ったのは犯人の精神科への入退院歴や診断名についてだったんだ。そういえば精神科に通院していたっていうのは頭にしっかり残ってるわね。事件直後から全国精神障害者家族会連合会の相談室には精神障害者本人や家族などから多くの相談が寄せられたそうだ。精神障害者は危ない人だって思われちゃった。ちょっとひどいよね。自分も精神科にかかっているというだけで容疑者と同じように見られてしまうのではないか。周囲の人に危険な目で見られている気がして外出したくないっていう他に、精神障害者社会復帰施設建設反対運動が起こってしまったといった内容まであったんだ。精神障害者に対する偏見が強まるなんて、安易な報道によって精神障害者は危険だという社会の偏見がより強くなった。調査した結果をもとにこれは報道被害であると言っても過言ではないと報道機関を非難したんだ。マスコミはことの重大さに気づいてるのかしら。全科連から報道機関への見解と要望が伝えられてる。犯人には精神病院の通院歴があったと報じられているが、記事や番組の中で報道されている男は精神病院に通院中で、という部分は精神疾患が本事件の原因であり動機であると理解されてしまう。その結果、精神病者は皆危険っていう印象を与えてしまうのね。その上で妄想や幻聴などの症状は、薬物療法でコントロールしやすいと言われていると。精神科治療の実情を説明しなぜこんな事件が起きたのか、事件の背景をきちんと取材し、今後の教訓となるような報道をしてくださいって要望したんだ。警察発表があったとしても事件の背景や病気の状態などが明らかになっていない段階で、特定の病名や通院歴入院歴を報道するべきではないってことね。犯人は逮捕当初、精神障害者を装った言動をとっていた。でも二度行われた精神鑑定の結果で二度とも情勢欠陥者で、妄想性などのパーソナリティ障害は認められるが、統合失調症ではなく、責任能力を減免するような精神障害はないとなってる。事件の責任能力を認める結果が出てるのね。それにたくま氏の自宅を捜索すると、睡眠薬や抗精神病薬など十数種類、約200錠の薬物が押収された。これは複数の病院に通院しては、睡眠障害や不眠症を偽って薬を処方してもらい、服用せずに溜め込んでいたものだったんだ。偽って、薬も飲んでないの？血液や尿からも精神安定剤の成分は検出されなかった。この事実を聞いたたくま氏は、すみません。薬は飲んでいません。作り話でしたと偽証していたことを認めたんだ。判決は決まったわね。2003年8月28日求刑通りたくま氏に極刑の判決が下された。十分な自利弁識行動制御能力を備えた上で犯行に臨んだとされかすべき刑は極刑以外にありえないと言われてるぜ。悪いけど同情の余地なしだわ。次は3億円別件逮捕事件だ。はい、知ってます。有名すぎよね。
よく聞いたか、3億円別件逮捕事件だぜ。3億円の別件、何それ。1968年に発生した3億円事件に付随して起きた被疑者の5人逮捕事件、そしてその報道被害事件だ。3億円事件中に起きた3億円にまつわる事件ってことね。1968年12月10日、東芝府中工場の従業員に支給されるボーナス3億円が強奪された。現金輸送車襲撃事件、これが3億円事件だ。この戦後最大級と言われた未解決事件はつくよも知ってるんだよな。もちろん、55年経っても捕まってないものね。事件から10ヶ月後に警察は5人の推理作家に事件の重要情報を話して聞かせて意見を求めたりもしたんだ。警察がそんなことするなんて切羽詰まってた感じが伝わってくるわ。でも事件から約1年後の1969年12月12日、毎日新聞がスクープを放った。3億円事件に重要参考人の見出しがトップを飾った新聞が配達される寸前に、犯人像と一致するところの大井元運転手の男性 A の存在が明るみに出て早朝に任意同行させたんだ。わぁ、マスコミは大騒ぎね。ちょっとした脅迫事件での別件逮捕も利用して警察は A を厳しく取り調べた。マスメディア各社も負けじと A を犯人扱いして、実名報道で一斉に A のプライバシーをかき立てたんだ。そこまでするには確信だってあったんでしょう。捜査陣は事件前に銀行などに届けられていた脅迫状の再調査を行ってて、その金遣いや記号などの特徴から、犯人がカナタイプ経験者である可能性に注目してたんだ。A はタイプ経験や要望の他にも仕事柄、高い運転技術と現場周辺の土地勘もあったしな。犯人に仕立て上げようとしたわけじゃなく自信はあったのね。ただアリバイが成立してなかったから別件で逮捕ってことだったらしい。事件からちょうど1年で容疑者逮捕か、盛り上がってたでしょうね。でも、科捜研文書鑑定課長は絶対に筆跡が違うとして捜査方針に反対してたし、事件後、A の金回りに変化がないなど否定的な材料もあった。だから捜査本部はあくまでも慎重かつ秘密裏に進めることにはしてたんだ。でもスクープされちゃったと。どうして毎日新聞は A の存在がわかったの？昭和の名刑事と言われた人から仕入れてた記者がいたらしいぜ。とにかく3億円事件に重要参考人府中市の元運転手と題したスクープ記事によって、A に対する疑惑が日本中の知るところとなってしまった。大丈夫かな？大丈夫じゃないな。朝日新聞がアリバイが成立すれば完全に白ということになる。むしろ、その可能性の方が分があるという感じがすると書けば産経新聞は、黒白については五分五分だと書いた。毎日新聞はもっと強気ね。ほぼ犯人に間違いないと目撃者の証言を載せ A の勤務先について、犯人にとっては絶好の隠れ場所などと書き、黒の印象を鮮明にした報道姿勢を取ったんだ。アリバイと筆跡鑑定はどうでしょうかね。警察は A を帰宅させれば証拠隠滅の恐れがあるし、過熱する報道陣に危害を受ける可能性もあるから別件逮捕は正解だったかもしれない。でもこの別件は1年以上前の円満解決してるものだったから、3億円事件についての逮捕だってことは明確だった。12日に A の逮捕、任意同行か、とスクープ記事が出て13日も取り調べ、アパートの家宅捜索も行われ、厳しい取り調べも行われた。A はアリバイを主張し続けていたが、各紙は13日朝刊で A の顔写真を載せた上で実名報道へ切り替え、さらに住所や職歴などについても詳しく報じていたんだ。マスコミ強気だねー。だがそこまでだった。13日17時頃、日本橋にある貿易会社から、A は1年前の12月10日朝10時から、自社で採用試験を受けていた、との通報が捜査本部に入ったんだ。事件当日の A のアリバイを警察へ証言した、ってことね。そうだ。A の潔白は証明され、任意同行から41時間ぶりに見た箇所から釈放されたんだ。A は捜査員らの努力によって自身のアリバイが証明されたと思い込んでいたから、警察に対する恨みを述べなかった。警察は貿易会社からの通報を A に知らせなかったからな。マジですか？警察は結果的に、まるで犯人のような印象を与えてしまったことは誠に申し訳ないと謝罪したが、別件と本件とを問わず容疑があれば身柄を取って調べるのは必要なことで、別件逮捕は違法でも人権侵害でもないと強調した。まるっと謝ることはしないのよねー。一方、各紙は呼び捨て報道をさん付けに切り替え、各紙とも大々的に A の無実を報じるとともに、当局による別件逮捕や捜査の行き過ぎなどを批判した。でも社説やコラムで事件を取り上げ、先日までの報道について各紙とも反省と次回の弁を述べたんだ。毎日新聞は、社説に加え3億円事件の反省と題した記事を掲載し、
結果的に捜査当局の過ちを紙面の上でチェックする姿勢を変えたことと、A さん一家にご迷惑をおかけしたことに対する、厳しい反省を今後に生かしたいと書いてる。ほう反省してるのね。しかしその一方で自社報道が容疑に否定的な材料も挙げていたとして、警察の誤認逮捕が、しばしば新聞記者の取材によって明らかにされ、無実の罪が晴らされることがある。とも書いてる。それにあれはあれで特ダネだったと密かに金一封も出たらしい。何それ？それが報道ってもんなの？世間からは大きな非難が寄せられ、別件による誤認逮捕を招いた警察にも放送会を中心に、大きな批判が巻き起こった。A さんも毎日新聞社と警視庁に対し損害賠償を請求してたんだ。A さんはもう大丈夫なの？大丈夫じゃないな。3億円事件重要参考人のレッテルが剥がれることはなく、勤め口を失った A さんはアルバイトを転々とし、毎年12月が来るたびにマスコミは、取材を繰り返したんだ。A さんとその親族はなおも続く報道被害に苦しみ続けてた。なんてこと。親しい友人も失い、兄弟の縁談も破談となった。マスコミから子供たちを守るために、離婚し A さんは精神科に入院した後は生活保護を受けるも2008年9月、沖縄の民宿の5階自室から、身を投じたんだ。事件に巻き込まれた恨みが隙間なく綴られた手紙を残してな。ゾワ、鳥肌が、もう、誤認逮捕や実名報道やめようよ。最後は香川堺で事件だ。聞いただけじゃわからなかったけど、お父さん知ってるわ、美濃さんのこと怒ってた人だよね。だな。香川県堺で市で祖母と孫の姉妹二人の計3人が2007年11月16日未明に、トラブルに遭って命を落とし、その体を捨てられた事件だ。山下清さんの長女は当時5歳で、次女は当時3歳だったのよね。二人の姉妹は自宅向かいにある祖母の三浦さん当時58歳の家に15日からお泊まりしてたんだ。翌16日朝7時50分頃、姉妹の母親が三浦さん宅を訪れると玄関の鍵は開いてるけど、三人ともいなかったんだ。寝室には血痕があったから、母親は怪我をして病院へ連れてったんじゃないかと。近所の病院に電話をしてみるのよね。でも父親の山下さんによると後は寝室のほか、玄関や浴室にも残されていて、寝室のカーペットは切り取られ下の畳にまで染み込んでいたそうだ。このことから犯人は犯行を隠蔽しようとしていた可能性があるとされたんだ。その後は3人のものだったのよね。11月27日、三浦さんの妹の夫、つまり義弟である川崎氏が犯行を認めて逮捕された。犯行動機や遺棄した場所も供述した。動機は金銭トラブル。幼い姉妹は事件の発覚を恐れて道連れにされたんだ。父親の山下さんは薄々犯人が分かってたみたいだったわね。それで逮捕も早かったのかもな。幼い姉妹を巻き込んだ犯行の悲惨さが問題になった事件だけど、実はこの事件の問題はもう一つあったんだ。ミノモンタさんね。この事件は連日ニュース番組やワイドショーに取り上げられ、父親の山下さんはテレビ局の取材を積極的に受けていた。山下さんの迫力あるワイルドな風貌が目を引き、その上時々粗暴な口調になることが世間の関心を買うことになってしまったんだ。私はどこか可愛らしい感じが好きだけどな。風貌をとやかく言うだけならまだよかったんだ。こともあろうに、この父親が犯人なのではないかと疑う空気が生まれてしまったからいけなかった。視聴者がどう感じるかは止められないから、報道する側がそれを感じたならフォローに回ってくれればいいんじゃないの。そうして欲しかったよな。でも一部のテレビ番組はこの世間の空気に乗っかり、あたかも山下清さんが犯人のような報道をしてしまったんだ。ありえないわ。中でも、当時の朝の人気情報番組ミノモンタの朝ズバでは司会のミノモンタさんが、父親である山下さんを疑うような発言を繰り返してしまった。なんて言ったんだっけ？行方不明になってから通報に至るまで1時間かかってる。普通すぐに電話しない。警察署に行って届け出てるでしょ。普通だったらそのまま電話しないかねー。不思議だねーと被害者の家族を嫌疑し、あからさまに犯人扱いするかのように発言したんだ。なんてことを。姉妹の父親は取材に対しミノモンタさんに聞きたかった。俺がやったんか、と。怒りをあらわにした。でもミノさんは沈黙だ。いや、これまずいっしょ。マスコミ報道の過熱を受け、ネットユーザー間でも父親を犯人視する見解が多数を占め、ネット掲示板などでも父親が逮捕されないことに疑問や憤りを書き込むもの、香川県警の捜査に疑問を呈する者が続出してしまう。なんでそうなるのよ。父親や被害者一家のプライバシーを暴いたり誹謗中傷を書き込む者もいて、騒がしくなっていたところへ飛び込んできたのが犯人逮捕だ。よかったわ。
犯人が逮捕されると今度はマスコミ批判で大荒れになったんだ。美濃さんも2008年の1月になって、TBS の幹部職員と共に被害者家族と対面し謝罪したと報じられたぜ。手のひらを返したよってこういうことを言うのね。幼い娘二人を失った上に犯人と疑われて冤罪被害までも受けてしまった山下清さんは、2018年5月に週刊誌女性セブンの取材を受け、その心境を明かしてる。なんて。違うと言っても、話したことがどんどん怪しいように受け取られ、家族全員が白い目で見られた。真犯人が出てきても、こちらの傷は一生消えない。実はあれ以来、テレビで事件報道は見ないようにしている。胸が痛いよ。奥さんも式に書いてるぜ。ワイドショーは当初から家族に疑惑の目を向け、被害者の父を半ば犯人扱いして追いかけ回した。パパはその晩、本当に生きるのをやめようと思ったらしい。え、三人の行方はわからず、安否も知れない。そんな時に犯人扱いされ、おまけに心ない人たちにもてあそばれて、もう逃げ出したい気持ちだったと言います。みんなが寝た後に一人でどこかに行って命を絶つつもりだったようです。見た目がワイルドだって心まで叩かれ強いわけじゃないのよ。ということで今回は実名報道や誤報のせいで一般人に被害の起きた事例を紹介してきたが、つくよどうだった。やばいよね。マスゴミだよ、ほんと。最後のなんかダメでしょ、マジで。タレントの星野夏子さんは、自身の公式ブログにあれは絶対に父親の仕業だよ。実は犯人でしたって捕まるのが見たい、などと投稿したから。真犯人発覚後に大炎上して1年間の芸能活動停止処分になったんだ。ちゃんと犯人だって決まるまで実名報道だってダメじゃない、いろいろ問題ありそうだよね。その辺もまた紹介していけるといいな。ということで、ご視聴ありがとうございました。